TBS ボールパワフルプロ野球。こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。実況パワフルプロ野球2022-2023、ライブ配信始めていこうと思います。前回に引き続き、栄冠内編です。Twitch で配信しております。Twitch や YouTube、旧 TwitterX のですね、アカウント、チャット欄に記載しますね。それぞれのアカウントフォロー、ツイートのリポスト、チャンネル登録、いいねなどお願いいたします。では始めていきますか。いかない。前回、なんと、信じられないんですけど、大阪で決勝に優勝、決勝に勝ち上がって、地区大会優勝してしまいました。大会。ということで、今回は甲子園に、本大会に行けます。ちょっとね。もうごめんなさい。4月23日、中堅になりましたね。いっぱいいっぱい。お、パン屋、贈り物。なんでしょうね。贈り物。贈り物。教科極意書。あ、バント練習。お、OB 来ましたよ。元気にやってますかね。エラーでなく、ちょっと待った。松尾の何をしようとしたんだ、俺。6マス使えるようになったのが妙です。松尾のデータ見よう。もう信頼度はマックスです。松尾いいキャッチャーな、キャッチャーになりましたね。工藤との。363工藤が。松尾が366。単純な星の数値で言えば松尾の方が上なんですね。このバッテリーは本当に強いな。でもキャッチャーがいいなんだよな、松尾。あ、津川ってキャッチャー A なんだ。じゃあそろそろ津川も育てていくべきなんだろうな。いろいろ持ってますね。盗塁は F だけど盗塁しないからな。そんなマイナスにはならない。津川はどうすればいいんだ。まだまだ荒いって言われてるから、2年生の中ではちょっと能力値が低いよな。逸材にしてはキャッチャーいいってひどいな。え、何しようとしたの？合宿だ。まあ、ツガーをそろそろ上げておく必要があるってことですね。キリスタジアム。ゴロピッチャー、なんだそのゴロピッチャーって。
次は何でいくか、ミートですよね。返答は肩か。リスナリング行ってみましょう。ストレッチが2つある。おっと、怪我しにくさ C ってなんだ。タイプ D。 なるほど、基礎体力っていうか、その柔軟性が上がるのか。いいんじゃないでしょうか。タイプ B、怪我しにくさ C。 疲れはたまるけど、長期的に見ればすごいいいじゃないですか。メンタル、ストレッチ、請求、請求だな。あ、もみもみイベント、いいんじゃないでしょうか。力つけることできた。2かな。1はダメ、1以外だったら何でもいいんだよ。メンタルやりますか。お、8月。8月ってことは練習スタイルを変えるってことだな。最後夏になりますからね。3年だからな。もう、あ、新球種磨いても遅い。体力がだいぶ落ちてるな。青マス、あの緑マス断然止まらないと無理ですね。今もしやすくなるしな。捕手だろ。今更だけど守備力アップしとこう。ミート力か。3年生だからな。走力B ぐらいまではミートまず上げときたいな。見よっかな。走力か。走力かな。よしか。呼吸はそんなにいらんか。肩だ。肩な。あ、やめてくれ、欲しい。私がノーク。え、なんで？これするとどうなんだろう。え？いや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 、一回戦から天理高校かよ。長すぎだろ。シーツの天理高校並みに強い。
嘘でしょ。相手悪すぎだな。直接シャワーがある。オッケー。何でしょう。お、なんだこれ。見てみよう。アイテム。アイテム、そして視力グラム、グラブ、極め、使っちゃいましょう。誰がいいか。ゴッテワンランク上がツガーだ。ツガーが視力 D に上がりました。公式戦まであとちょっと。いいね。お、頑張れ頑張れがある。どっちでもいいよ。貯める。疲れはたまるが、マネージャーです。アイドルです。はい。事務所通してくれませんか？あ、これはダメですね。公式戦まで。1がない。あ、1はいらんのか。インターバル層へ。甲子園で本当に練習すんの？鳴尾球場じゃなかったっけ？でも甲子園使えないと思う。え？お、なんか面白そう。まあどっちかだろうな。さあ、行きましょう。強豪すぎる天理高校。いきなりから試練、試練となってしまいました。さやかて工藤、もちろん先発は工藤です。工藤以外まあないよな。岸本も200超えはしてるんですけどね。岸本や平田も。やっぱり託すしかないでしょう。ちょっと調子いいのが高谷、あそこサードなんですけど、松村がな、サードだからな。一塁手がただがあれだから、ただを一塁三塁だから、コンバートする意味がそんなにない。まあ結局、
ここの順位変えるしかないってことだな。まず1番山本にします。6番まではちょっと多いな。結局下位打線だもんね。こんな感じでいいのかな。感じでいいと思いますが、行きましょう。勝ったらすごいんじゃないか。これ球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。甲子園大会1回戦第2試合の模様をお届けいたします。一塁側大阪代表新鋭片野、三塁側奈良代表強豪天理。スタンドは多くのお客さんで埋まっています。さあ甲子園、夏のドラマが今始まります。さあ攻撃できた。まあ天理大会優勝候補でしょうからね。うちリーだからな。どうよ。まあ2024だったら。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。6番か。6番だからそんなに重要視しないよね。まあ転がせ。第9投げた。流し打ちどうだ。オッケー。強烈な打球です。ニューいけるか。行きました。ツーベース。肩の先制のチャンスを。1点取った。お、いいじゃないですか。1点返されたが。さあ注目選手佐藤です。先頭バッターは佐藤。次流し打ちで外れた。あ、どうだった。第2球投げました。高めに送ってストライク。第3球を投げました。渾身のストレートから追い込まれた。外のボール球に手が出ました。第4球を投げました。打ちました。詰まった。田中取った。セカンドから一塁送球アウトです。一塁はアウト。まだ攻撃が続く。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは3年生工藤。マウンド上ピッチャーは山岸。まあ使っちゃおうか。バットコントロールを発揮するか。センター返しそんなにいらん。ツーストライクまでは慎重打法でいきましょう。投げました。高速シンカー。ワンアウトだからな。気をつけないとな。自援護、自援護、駆動。投球は3球目。ボール。なんか様子おかしいぞ。第4球を投げた。ストライク。第5球投げた。決まった。打球は左中間に上がった。これは落下点。あ、いや。ヒット中継。もう待ってこれ。1点だけか。いいじゃん。まあ分からんけどな、後半の粘りっていうのは。
早いかな、まあ、使ってみ、切ってみよう。裏返し。OK、OK。さらに1点。まだ切らない。クイズもいいけどな。引っ張りとか違うものしかないよね。待て。第9投げた。見送ってストライク。いや、お任せ。トレンドラインやってみるか。あ、盗塁もありやな、これ。これ行ってみようか。でも、牽制されてるからな。第2球、投げた。セーフティースクイズだ。ああや。サード掴んだ。タッチアウト、ツーアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。あーダメか、魔物来た。ツアーとか魔物は嫌だけどな。第9投げました。初球決まってストライク。まずは見送りました。第3球を投げました。ボール。あー難しいな、あんまり良くないよな。まあでも結構投げました。追い込まれた。いや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 。積極打法に切り替え。まあ、ツーアウトだしな。投げました。ストレートはもう。第6球を次の球です。ああ、ダメだ。1点追い込まれ、1点返されて、さらにピンチ。強烈バッターだな。マウンド上は浪速の精密機械工藤。第9投げました。低め外れてボール。まあ長打警戒かな。芯を外したいね。ファイナルカード切っちゃったのが響く。追い込んだ。ちょっと待った。待ってだ、ここ。一球外せだ。第4球を投げた。ストレートはボール。で、普通に。普通にでいい。あ、そうそう。注意したアウトにできないが、これでよし。先ほどツーベースを放っている梅村。けどもう81球なってんだよな。先が危ぶまれます。一番高いのは何かか。まあでもツーアウトだからな。これで。どうだ、抜け開いた。あー。天理さらに1点を返しました。梅村タイムリー。さあ、あ、終わった。逆にチャンスだが、あ、チャンスではなく中国選手か。リードで迎える5回です。バッターは佐藤。第9投げた。ストレートはボール。まずは外角高め。さあ次の投球投げました。ボール、いいんじゃないかな。相手も78球投げてるから球数多いね。打ちました。いい当たり。いいよ。 OK です。ナイスバック。あ、それだけ。うわ、追い込まれ、追いつかれた。肩のここは失点したくない。ワンアウトランナー二塁という場面で、そうなんだな。バッターは2年生山岸。この後に控えているのは松本。
ここはストライクを取れのみ。長打に警戒した守備位置に変更です。第2球、このボールも OK、簡単に、まあ、ピッチャーだからな、かわいに打ってるとはいえ、投げました、インコース高め、高速スライダー外れてボール。この辺はさあ4球目打ちました、セカンド後方だ、セカンドが落下点に、これだと掴みました、いけないね、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあここは長打に警戒します。まあ三振といえばいいけどな。投球は3球目、投げました、見送ってストライク、いいよ、まあ歩かせてもいいかな。4球目ストライク、あ難しいな、セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ちました、あやばい、あー返球通用しないや、うわっ、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは3年生山本、今日はここまで3打数2安打、極打法だな、フォースプレーがないので、センター返しが5か、転がせが5、第9投げました、打った、三遊間のゴロ、ここは釘付けだ、サードから1塁送球、1塁アウト、これはアウトです、アウトカウントを増やしちゃったな、やってみましょう、本領を発揮してほしい、第9打ちました、抜けよう、あダメか、深い、アウト、あうまいな、ここ結構重要なシーンやってきたか、ツーアウトランナー二塁三塁場面でバッターは2年生後藤、ツーアウトだもんね、7番か、いや外野じゃなくて内野が前進守備、前進守備しても意味がない、調子悪いから積極的に行ってもいいかもね。膝元、高速シンカー、外れてボール。あ、ピッチャー変わってるんだ。第2。勝手に変わる時あるんだよな。空振り。ワンボール、ツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。空振り三振。オッケー。岸本よく投げた。逆にチャンスです。は、また揺さぶるだ。松尾、流し打ちです、第9投げたボール、打って見てますね、投げた外、ストレートは外れてボール、止まった、わからん、いや、このままでいきましょう、第3球を投げました、高速シンカーは逆にチャンスだと思うんですよ、バッティングカウント、一塁へ一つ牽制球を送りました、投げました、お低めを強引に打っていった、いいんじゃないかな、 OK、 二塁三塁、松尾ツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました、揺さぶりがまたお祭り男切るしかない、まずは三塁牽制、三塁タッチはセーフ、間違えた、転がしてもいいけどな、センター返し、初球を打ちました、どうだ取れない、センターバックホーム、 OK 同点に追いつきました、タイムリーヒット、初安打、
こちら裏ですからね。この辺は有利だが、ここなしだな。第9投げました。外れたボール。第2球投げました。ストレートはもう。なんか待てはないから慎重打法で行ってみましょう。続き転がすね。牽制球を送ります。タッチセーフ。ボール。次が4球目。投げました。外のボールだ。どうだ、抜けた。オッケー、勝ち越した。ファイトだよ。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。一塁二塁か。よし、1位第9投げた。決まった。ストライク。第2球投げた。アウトコース低め。山口まだ続投してるんですね。ここ追い込んで投げた。打ちました。ああ、ダメだ、ボテボテだ。これゲッツーだ。チャンスではあるんだけどな。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。よし、打ち。第9投げた。初球に送ってストライク。まずは見送りました。これしても良かったか。第2球投げた。ボール。走力そんな上げてないから通用しないだろうな。第3球を投げました。どうだ。お、これは大きくない。よし、さらに1点リード。2点差になった。これで流れ切らさないこと本当に大事。ファイターばっかりだから、あの、別にいい。東打ちか強合戦かな。ボールよし。結局何のためのミートかってことになるの。あれ、おっと、気がつけば最終回2点差を守りきれるか。ちなみに、はい、なるべくね、買いまたぎは避けたいが、今の岸本が200、あ、岸本実は悪くないんだよな。続きが控えてんのか。切ってもいいけどな。チルとも持ってんの。フォークはある。浅いけど、スプリット程度だけど、フォークはある。上位打線だからな。やっぱり警戒だろうな。でもストライクを取れ。引っ張りに警戒した守備位置に変更です。見送ってボール。第2球投げました。ボール。第3球3球目空振り。第4球ダメな。ピッチャー変える。ストレート見送って追い込んだ。まだ25球だしね。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。松村下がって、あかん、落ちた。竹内、いいバッティングを見せました。右バッターボックスには中川。勝負いきます。鈴木に、はい、頭か。本当は帰るべきだったかも。ピッチャーもいいのか。まあでも鈴木に変えます。岸本降板。マウンド上は鈴木。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。さらにで投げることができるかが鍵となりそうです。ここで伝令使います。肩の伝令が走ります。マウンドに選手が集まっています。ちゃいましょう。あ、でも切らんでもよかったかも。
め見送ってストライク。抜けてるときはそういうことをしない方がいいな。別体制だな。どうだ？オッケー。オッケーです。ルイ出しちゃう。ランナー消えました。まあ、4番だから速球中心。投げました。ストレート。あと1人。まずは入れてきました。まあ、1球目ストライクから。天理 B だからな。オッケー。魂を込めて投げ込みます。マウンド上は鈴木。第3球を。三村は調子いいからな。わあ、仕方ない。これは。一球外しても良かったかもね。やっぱり良くない。まあ引っ張り警戒だけはしといて、臭いところ。ここは引っ張りに警戒します。ストレートはストレート。警戒しても意味ないけどな。第2球バスター投げた。インコースボール。投げた。直球空振り。オッケー、追い込んだ。第4球を投げた。ボール。で、まあ当然ここへ戻して、どうなる？見合ってる？セカンド。あーっと内野安打なってしまったか。あかん。あ、また臭いところが。これでいいや。投げました。決まってストライク。追い込んだ。いい球だな。第4球を投げました。よくないかも。勝ちました。おお。熱い試合だったな。いや、2024もこういう試合だったらいいんだよ。76って比較的ビッグボールだと思うけど。こういう次第であれば、まんべんなく点取ってるから問題ないよな。しましたよ。お、チャンス、シーンへ前田上がりました。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。他は何が上がってる？いいですね。あーく、1がない。ラットマシーン、こう、お、スクラップブック。見ていきましょう。おー、パワフル新聞。ね、グランドレベルをアップしました。ただね、問題は選手の体力なんですよね。体力上げることができなかった。隙間平田もいいですよね。松尾が良くないな、4番の。でもただ松尾を外すって選択肢はないから、ご覧の通りなんで、津川はじめ、鈴木もいいじゃないですか。この差だったら黒に託すしかないんだよな、結局は。本庁丸。萌玉緩急丸。まあでも変える意味がそこにない。差がちょっと開きすぎてるからな。65。今ここを変えるぐらいか。なんぼなんでも4番は変えられんしな。ここ入れ替えるぐらいだろうな。ミートなんでこうしましょう。パーディーといいか。
こうかな。そうですね。2回戦はどこなんだ。お待たせいたしました。さあ頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。母さん、なんで近畿ばっかり戦ってんの。お届けいたします。一塁側兵庫代表強豪宝塚、三塁側大阪代表新鋭片野、万来の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ、おかしいんだね。プレイボールです。からの字が見えた時点で嫌な予感したしけど、なんか毎回決勝戦という感じがする。第9投げました。初球空振り。第2球投げました。ボールが追い込まれました。1点選手されてんのか。第3球を一番いいピッチャーだよな。粘れ。投げたボール。さあ5球目。ムービングファースト。おお、よく見た。次は6球目。次投げた。アウトコース低め。外れてボール。第7球。ボール選べばいいけどな。詰まった。詰まらされたな。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。お、誰がホームラン打った？斉藤？うん？打たされたの。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは3年生前田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げた外角低め。チームニューのチャンスやん。まずは見送りました。51球はまあまあ多いな。待とう。第3球は打ちました。どうだ。あかん。セカンドフォースアウト。アウト。あー、もったいない。またホームラン。やばい。お、しかしノーアウト1塁。ここから攻めたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは3年生工藤。そう、作りバントを盗塁かよ。第9初球はストライク。第2球投げました。ボール。投球は3球目投げました。ムービングファーストはボール。アウトローへ。次が4球目投げました。ストライク。第5球投げました。打ちました。セカンド左へのゴロ。松下ボールを掴んだ。2塁フォースアウト。またゲッツー。なおもチャンスが続いています。いや、超ファイトは使いたくない。セタ返しだ。初球から。ああ、ボテボテになった。和田そのままベースに入って3アウト。完全に肩のここは踏ん張りどころ。封じ込まれてる。2塁という場面でバッターは3年生山下。今日はセカンドゴロとライトフライ。マウンド上は浪速の精密機械工藤。2塁タッチはセーフ。第9打ちました。第2球2球目空振り。ケン、セカンド牽制。相手のピッチャーがすごいいいピッチャーな。もう一度二塁牽制球です。タッチはセーフ。二塁はセーフ。外角低め。ストレートは外れてボール。工藤再三ランナーを牽制します。打った。あー、かん。飛びついた。抜けた。回るな。そのままホームへ向かった。宝塚1点入りました。5対0。てか対戦相手おかしいだろ。ノーアウトランナー1塁。アウト取れず。バッターは3年生松下。さ
さあここはゲッツーシフトを敷きます。第2球投げました。高速スライダーはストライク。タイミング合いません。投げた。カーブはストライク。低め中心で切り替えます。投げた。外れた。ボール。次は5球目。投げた。打った。第6球は146球。空振り三振。第9球積極的にシュート見送ってストライク。1球目ストライクから投げた。打ちました。ピッチャー打ちました。ダメだ。挙動が打たれちゃったよな。ワンアウトか。まださあここはゲッツー体勢を取ります。打ちました。初球打ちセンター。はい、これ定位置だ。ミニはスタート。ランナー3塁へスタートを切った。肩のなおもピンチが続きます。そして藤井、これはもう抑えます。終わるな。第4球を投げました。カーブはボール。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第5球投げました。見送ってボール。第6球をランナースタートを切った。直球あかん。見送ってフォアボール。ここまで2安打の斉藤。ここは長打に警戒します。第2球打った。引っ張った。ライト線に打球が飛んでいますが、ヒット。松本一気にホームイン。宝塚この回4点目。ちょっと大変ですねこれ。肩の直もピンチ。フラフラしたら変えよう。バッターは3年生青木。しかししぶといな。第1球初球空振り。次のバッターってどこだ。第2球投げました。打ったんやった。どうよ。センターへの打球。定位置です。点取られたな。4点取られてしまった。宝塚リードを8点としています。厳しいな。点取れないもんね。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは前田。今日はセカンドゴロとセカンドへの併殺だ。まだ85球と取り戻してんね。第9投げた。打った。お、オッケー。抜けた。前田ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。切っていこう。やないとダメ。ちょっと切るの遅かったかな。まあでも夜中以降じゃないか。そんな切れないもんね。回し打ち。第9投げた。ボール。あ、いや、転がせでいこう。第2球投げた。内角高め。直球は外れてボール。第3球は3球目空振り。第4球を投げた。フォークボール見送ってストライク。追い込まれた。第5球投げた。お、どうだ。ライトフライ。正面だった。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。刺さった。マスーラ、ラッキーボーイ。切っていきます。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。いいですね。流し打ち。第9球初球決まってストライク。第2球投げました。どうだ。あ、これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。ああ、
なんか全てが良くない代打。これを待ってました。ツラでもいいが、調子がいいなら村上子、やっぱりピッチャーじゃないよな。でもミートの方が大事だから、村上でいきましょう。おお、切るしかないでしょう。だってすぐピッチャー変えるんだから。で当然流し打ち。あか、詰まった。肩も、相手の守備の肩もいいよな。残塁に終わりました。7回の表が終わって8対0です。肩の追加点は与えたくない。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生松本、今日はツーランホームランを打っています。木本よりも鈴木。岸本健。外野は浅めの守備位置に変更です。1球目空振りから見送ってストライク。これで追い込みました。第3球をトーナメント見舞えてないな。低めボール球打った。あ、だからテキサスヒットだ。ついてないな、とにかくついてない。シフトを敷きます。第2球投げました。2球目ストライク。これで追い込みました。高めボール球。耐えた。抜けた。高めが1点入りました。9対0。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、藤井。これでいいでしょう。投げました。初球空振り。少し意識しすぎたか。第2球投げた。決まった。ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目投げた。一つ外してボール。投球これから4球目低めボール球。あー、抜けた。センターバックホーム。藤井ナイスバッティングです。全然ダメな。もう精密機械切りましょう。差を発揮することができるか。第9投げた。もうさあ次の投球打ちました。三塁ランナーはホームへ。セカンドフォースアウト。かけますか。さらに1点追加。しかし今日は安打を放っています。バッターの青木。ここはゲッツー体勢を取ります。第2球投げた。ストライク。第3球を投げた。低めボールが回った。三塁線フェアだ。斉藤二塁決定。三塁へ。宝塚さらに。あ、さらに続いて一塁ランナー。そつがない。投げました。初球を打った。ショートバウンドボールを取った。山本うまくさばいています。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。
ここで長打に警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、打ちました、山本取った、一塁へ送る、セーフ、記録はヒット、記録はヒットです。肩の直もピンチが続きます。さあここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球高め、ボール球打どう抜けた、うまく打ってくるよな。まあ、脳がボロボロになってる。ホームランが出ればサイクルヒット達成となります。あ第1球投げました、1球目ストレート空振り、投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げました、外れた、ボール。投げました、直球低めボール、投げた、打ちました、鈴木ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして13対0、強敵だよな。肩の大展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生、行きましょう。もう終わるわけにはいけません。第9投げた、変化球アウトコースへ外れてボール、無事100球です。投げた、ボール、インローへ、一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げた、ボール、アウトコース高め、投げた、まっすぐ見送ってストライク、ここは1球見ます、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、投げました、打ちました、藤井掴んだ、二塁送球、二塁フォースアウト、あこれは高い、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。スイーパーただけってことか、超ファイトだよ。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。第9見送ってストライク、第2球投げました、アウトロー空振り、バッター追い込まれました。次優勝候補だったじゃん。投げました、低め、空振り三振、山本三球三振。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか、投げました、初球から打った、どうセカンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ、まず肩のファース、長いな守備が。リードで迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、バッターは2年生和田。さあここはゲッツーシフトをしましょう。第2球投げました、ストレートはボール、一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから3球目、打った、痛烈だ、お正面、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。さあここはゲッツー体勢を取ります。第2球ボール、ストライクじゃこれでいいや。第3球を投げた、あ、こう映した、そして今拾い直した、ワンアウトランナー2塁に変わります。今度ゲッツーシフト意味がなくなってしまう。さあここは長打に警戒します。投球これから5球目、打った、ファースト左への打球、正面じゃないの、ただ今あーかん、一塁送球、一塁セーフ、セーフ、セーフ。まだワンアウトだから、これはゲッツーシフト。さあここはゲッツーシフトを敷きます。第2球アウトコース、外れてボール。第3球アウトローの直球はボール、一塁牽制、一塁タッチセーフ、次が4球目、投げた、決まってストライク、残んだ。
さあ5球目空振り三振、おお、調子悪いから強気に行ってもいいかもな。ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、豪快に引っ張った、逆らわずに打つよな相手は。3球を投げました、決まった、ストライク。力差がちょっともう熱にあられてんな。打ちました、追い込んだ、アルボー投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ちょっと与えてんな。第6球は打ちました、松村バックしていった、ファー、ちょっと低めも対応されてるな。第7球を投げました、ボール、投げました、打ちました、三遊間、詰まったが山本ボールを掴んだ、一塁をくる、点追加、終わらない、一塁三塁となりまして、山下、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、初球空振り、タイミング合いません。一塁へ一つ牽制球を送りました。初球空振りから第2球、高めボール球打った、ショート右、アウト、スリーアウトチェンジ、8回、さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは後藤、どんどん切っていきましょう。発揮してほしい、第9投げた、低め外れても、第2球空振り、第3球打ちました、どうだセカンド、取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生前田、今日はここまで3打数1安打、第9投げた、ストレートはボール、全然通用しないな、優勝候補強豪のレベル感、サイドになってるな。ん？これは結構高い？あ、が落下点。ここは意地を見せてほしい。バッターは2年生。ただスタンドからは必死の声援が続いています。第9投げた。打った、流し。どうだ？あかん。一塁、ベースを踏んでアウト。試合終了。こんなワンサイドゲームになるとはな。何だって
信頼度もそんな上がらんかったしな。これか。普通に後藤だろうのかな。ポジションも大事。あ、倉野。分からんな。でもミント重視タイプかな。問題はそう、太陽光受けないとダメなんで。お、ナイス、レオタ。まず高性能の土を使います。あ、こっちないとダメなのか。今はいらない。さかい、お、そういうマイナス分もあんのか。今度は参考書。オッケー。では進路相談になります。スカウト、出てる中でやっぱりね。勉強だ。1、2、3、4だったらプロ野球選手か。
ここが遠投だけど、いいものもらえるとは限らんしな。お、臨時コーチ。だね。いいよ。雪シャワー。変化球。9月になりました。まあ2でもういいや。あ、50まで上がりましたね。もうちょっと上げたい。ミッドバッティングだとダメなんで、本能寺はどっちか。いいね。バルソーか。宇治寺東。さあ、これで公式戦へ。で、インターバル走させます。ミスランニングもいいが、何この色、分からん。遠投が肩プッシュ。
さあチームが弱体化されてますからね。なんで、先発は岸本でいきます。まあ、でも評判悪くないんだろうな。まあ、岸本でいくか。佐藤が良くないんだ。村上は保守三塁手。だから148しかないんだな。ポジションどうやってチェンジするんだ。一塁手がいない。三塁は結構いいよね、赤池とか。ここで交代するのか。こういうことか。消防能力がある。大きいぐらいだもんな。大きいでも全然能力ない。こういうことか。あとは やっていきましょう。戦の模様をお届けしてまいります。一塁側片野、三塁側藤井寺。観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。
さあ4回目はチャンスです。ノーアウト1塁3塁肩の同点のチャンスです。ノーアウトランナー1塁3塁という場面でバッターは2年生後藤。ひときわ大きな声援が聞こえます。マウンド上ピッチャーは佐藤。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第2球投げたボール。投球はこれから3球目打ちました。あちょっとやばい。セカンドフォースアウト。チリはセーフ。1対1。さあこれでワンアウトランナー。まだ攻撃は続く。ツーアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生村上。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。セカンドライス外角見送ってストライク。初球ストライクから打ちました。オッケー。ちょっと浅めなんで三塁ストップ。村上いいバッティングを見せました。次です。赤池です。チャンスが続きます。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。まあこれも近いな。第9初球空振り。第2球投げました。見送ってボール。投球は3球目打った。赤正面一塁へ送る。内山軽快な守備を見せました。セリー先がない。ツーアウトながら2塁のピンチ。ここしたくないところ。ツーアウトランナー2塁という場面でだよ。ここで使わないと意味がない。マウンド上は平田。さあここで長打に警戒した守備位置に変更です。一塁空いてるしね。第3球を投げました。もう次は4球目。これもフォアボール。ストレートのフォアボール。右バッターボックスは7番岡田。肩の一打爆発あまり良くないな。簡単に諦めすぎ。さあここは長打に警戒します。第2球投げました。これも空振り。おお。第3球1球外したボール。テンポよく投げよう。第4球を投げました。打った。次は5球目直球。オッケー。同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面であまり良くない。1年生赤池今日はレフトフライ。ツーだけは避けたいな。流し打ち。第9投げました。外れたボール。場合によっては9番にまで回ってくることを予想されます。打ちました。セカンド右へのライナー。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。まあファイトだよね。いいと思う。持ち前のファイトが前面に出てきました。第9初球はカットボール空振り。第2球投げた。見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を。どうだ。落ちるね。掴みました。中継ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。お孫来たな。お孫行こう。第9投げた。打ちました。1球目ファールから高め外れてボール。第3球を投げた。打ちました。あーセカンド抜けた。オッケー。センターからサードへ平田。ナイスバッティングです。これで3打数の1安打。ランナー2人を置いて迎えるバッターはただ今日はここまで3打数ノーヒット。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。あんまり発揮しない感は剥がしていこう。第9投げた。打ちました。オッケー。ピッチャー返し耐える。何か。あ行った。オッケー。逆転しました。ここまで2安打の佐藤。あまり調子は良くないが重ねる必要はないな。
流していきましょう。投げました。低め決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。ストライク。おお。あ、でもフラフラしてますよ佐藤。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。オッケー。レフトバックホーム。攻撃は止まらない。いいバッティングを見せました。あ、ピッチャー交代した。なおもチャンスが続いています。ピッチャーの佐藤くんに代わりまして、ツーアウト満塁となりまして、菅原。夏？いや違う、夏じゃない。動かせでいいと思います。ボール様子見ましょう。第2球ストレート見送ってストライク。投球は3球目。投げました。打った。当然打つ。センターバックホーム。1人だけですが、いいんじゃないでしょうか。さあ、ツーアウト満塁という場面で、さあ後藤にタッチ。まあ転がせ。第9投げました。初球空振り。少し意識しすぎたか。意識しすぎたな。第2球外角、シュートは外れてボール。第3球を投げた。3球目ストライク。追い込んでから第4球を外のボール。ボテボテ。内山ボールを取る。一塁走塁か。アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして3対1、肩の2点勝ち越しです。そして最終回、いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは石川。打線だから気をつけていこう。第9投げた。外側決まってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから、せやかてから。お前日向ダボイ変わったな。第3球を投げた。打ちました。第4球を投げた。ボール。さあ5球は5球目。打ちました。引っ掛けた。内野ゴロ。オッケー。イエス。ただ自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年生竹内。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。いや、ここお任せしてみるか。おまご打った。あ、やばい。投球は3球目。投げました。打ちました。あ、でも一塁送球。詰まってくれた。そう、1人。バッターは2年生内山。さあ4番バッターですが、ホームラン打たれても逆転じゃないんで、あれおかしい。あ、オッケー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 。球外していきましょう。ここは第3球を投げました。ストレートはもう高め。そしてこれかな。次は4球目。投げました。打ちました。決まった。いや、どうだ。中間へ持っていきましたが、取りました。落下点。オッケー、勝ちました。フォークが2位になりましたね。
超ノリノリ。ストップウォッチ、ストップウォッチか、時間停止もの、スクラップブック、こんな感じですね。入ったチャンスで本体、これ一生のトラウマものになるかもよ。あ、打ち気に変えたい。ノリノリ性格か。野手の方がいい。高い、お前か、性格変えろ。したたかか。全部なんか チームの力を作りたい場合か。テンションがダメダメな選手が多いか、テンションを上げることにするべきだろうな。うん、妹数が良くない。良くないけど200超えてる選手なんていないもんね。捕手3。本調だよな。
海外に2塁何やろバッターがいないからな。が232じゃん。ちょっと調子悪いんだよな。岸本よかったらな、岸本にするんだけどな。少しお待ちください。さあ行きますか。本日最後の試合かな。お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側片野、酒井か。三塁側酒井。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレーボールです。なんだこれ。バッターは山本、マウンド上ピッチャーは井上。ツーランホームラン打たれたのか。第9ストライク、思い切って振っていきました。投球これから2球目。ストライク、バッター追い込まれました。いいピッチャーだね。第3球を投げました。変化球良くないかもね。またホームラン打たれた。1点返した。さらにあのあと1、2塁のチャンス。ワンアウトランナー1塁2塁という場面。バッターは2年生山本。
たない方がいいな。様子を見よう。第9投げました。アウトロー。ストレートは外れてボール。ちゃんと球見よう。投げた。2球目空振り。第3球。ストレートはボール。アウトコースへ。ただな、いいピッチャーって待ち球じゃダメらしいからな。投球これから5球目。打ちました。お。投げた。打った。ボテボテ。ダメ。ボテボテ。二塁フォースアウト。セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレーだ。何やん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 。こちらは操作できないうちにピンチは同点に追いつかれてなおピンチ。バッターランナー1塁3塁という場面でバッターは2年生西脇肩の。ここは外野フライも避けたい場面です。マウンド上は平田。ゲッツーシフトだな。さあここはゲッツー体勢を取ります。第2球投げた。これもしかし空振り。これで追い込みました。投球はこれから3球目。インローの直球はボール。第4球を投げた。流し打ちどうだ。切れていきます。ファール。次は5球目。低めのボール。どうだ。ちょっと深い。1塁へ送る。あ、アウトだ。5対4。あ、さあ追加点を与えたくない場面でバッターは、まあ、ツーアウトか。第9ボール。第2球インコース引っ張った。抜いた。あ、超えた。岡本3塁回った。酒井さらに1点追加。6対4。ツーアウトランナー1塁3塁という場面でバッターは1年生渡辺。まだピンチは続く。まあ、ストライクを取れって言ったらなんかボールになっちゃうね。タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第2球ボール。なんでだろう。第3球は真ん中ストライク。投げました。見送ってストライク。でもストライク取るしかないんだよな。ただし次は5球目。投げました。ボール内角へ。一塁ランナー自動的にスタート。低めボール球。ああ、これ投げた。一塁ランナー三塁へ向かう。酒井さらに1点追加。バックホーム間に合うかどうか。酒井1点目やった。8対4。バッターはピッチャー井上。第9直球ストライク。投げました。ボール。第3球を投げました。インハイボール。投げました。4球目空振り。投球これから5球目。打ちました。100球って。第6球を投げた。打った。はい。取った。一塁送球。一塁アウト。おお、よくアウトにできした。肩の追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で山本。まあまあ待ったんだからまだな。第9投げた。初球シンカー空振り。タイミング合いません。1球目空振りから投げた。インコース引っ張った。あー正面。ボールを掴んでアウト。ツーアウト。肩の追加点は与えたくないところ。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生相馬。さあここで長打に警戒した守備位置に変更です。
次の投球ボール。第3球を投げた、高めボールが回った、抜けた、はい、まあ、ああいう三塁決定ホームへ、さあ1点入りました、9対4。これ3塁吸ってる、チャンスです。5点差になっているから、ランナー1塁3塁という場面でバッターは1年生赤池。取ってみるか、投げた、外れた、ボール、犠牲フライでもいいしね。ストライク、第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、なんか警戒してるんかな、ピッチングが変わってるような、投球これから5球目、待ててるわけじゃないと思う、決まってストライク、まあ、投げる球の種類が変わってる。第6球を投げました、外れた、オーケー、やっぱりランナーおかしくなってきてる。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました、あんまりセンター返したくない。ボール、まずはインコース、次代打いきます、投げた、高め決まってストライク、投球はこれから3球目、ボール、これやっぱり肩で息してる、投げた、決まってストライク、投げた、第5球投げた、打ちました、赤ランナーホームに向かう、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ、肩のダメ押しとなる失点は避けたい、ワンアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは1年生岩井、さあここはゲッツーシフトを敷きます、投球これから2球目、第3球打った、素直余裕があります、ファールグラウンド、ボールをつかみました、これで2アウト、チームに戻って、打ちました、初球打ち、打球は左中間に上がって、オッケー、アウトになった、2者残塁、7回の表が終わって9対4です。さあノーアウト1塁、肩の追う点、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか、動かせ、次の投球打ちました、セカンド、あーなんで2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました、第9投げた、初球打ちました、セカンド、ショート、ボールを取る、ショート、うまいな、アウト、スリーアウトチェンジ、ことごとく潰されてしまう、肩のダメ押しの失点は避けたい、2アウトランナー2塁という場面でバッターは2年生西脇、今日はここまで4打数1安打、さあここは長打に警戒します、こう歩かせてもいいぐらいだな、外れた、ボール、第3球を投げました、カットボール決まってストライク、次は4球目、投げました、ボール、次は5球目、投げました、ストレート、外れてフォアボール、今日2本のヒットを放っている岸、さあ何を行く、第9アウトコース高め、ボール、第2球投げました、ボール、投球は3球目、投げました、見送ってストライク、足悪いかな、次が4球目、投げた、シュートはストライク、オッケー、追い込んだ、追い込んで投げた、打ちました、どうだ、ファースト正面、よく抑えました岸本、スリーアウトチェンジ、2者残塁、
8回の表が終わって、そしてツーアウトながら一塁、津川です。ツーアウトランナー一塁という場面で使いましょう。おまごか、これ第9。あ、間違えた。高速スライダー決まってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球、直球見送ってストライク。早くも追い込まれています。おさきもいいピッチャーだな。1年生でこれだからな。第3球を投げた、打ちました。セカンド、セカンドから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。坂井リードで迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で使いましょう。第9投げた、アウトローを見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。いいんじゃないでしょうか。1球外していきますか。投球はこれから3球目、打った。赤い点、あ、抜けられた。中継、加藤、ナイスバッティングです。1球外しようよかったな、今のは。粘ってんだけどな、岸本も。第3球を投げました。ボール。投げました。見送ってストライク。追い込んだ。さあ、5球は5球目。落ちる。おお。岸本ナイス。9対4。坂井、この回の攻撃は0で終わっています。いいピッチャーだよな、平調でも。9回の裏。5点を追いかけます。肩の攻撃に入ります。この回の先頭バッターは赤池。他に行ってみようか。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、内角ボール球打った、レフトフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年生坂井。よくないな。投げた、初球空振り。第2球投げた、2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、変化球、空振り三振。差し込まれた。ピッチャー岸本、スタンドからは必死の声援が続いています。志田君に代わりまして、志田君。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げました、ストレートはボール、インコース低め。第3球を投げました。お、いいよ。下。下、いいバッティングを見せました。韓国投手すごい、これ大事だよな。ああ、センター返しか。お前用の方がいい。投げました、初球。あ、あ、抜けた。オッケー。中継。村上、ナイスバッティングです。さあ、チャンス。諦めるな。こんな周知きた。第9ストライク、まずは見送りました。あまり調子良くない。大崎、さあ次の投球、肩に息してる。投球は3球目、内角見送ってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第4球を投げました、打ちました。詰まってしまった。岡本掴んだ、一塁送球、気迫を見せましたが、ここは及びません。ゲームセット、肩の力及ばず敗れてしまいました。残念ながら2回戦で敗れました。
やっぱり弱体化するよな。仕方ないとはいえ、でも出られないしね。みそっときた。そう、使いましょう。チーム情報のグラウンドレベルっていくらなんだ。総合戦力2位ですね。最後で勝ってる相手なんか勝ってほしかったよな。ね、ごめん。テンション大事。サミ言われたくない。お、校内放送で野球部が紹介。これはテンションが上がります。うん。熱意が上がる。アイドルが続くが、アイドルは飛ばされる。1,2,3,4,5。またノリノリ。連携と10月に変わります。あ、磨かれたんで、もうあの守備欲だ。
入れ。いいんじゃないでしょうか。大阪府の食べ物は口に合って留学生かな。あ、ちょっと選手データ見てみますか。平田が239、岸本が289、来年には300いくよね。あっ、球打だ。やつかマルチだ。ただもう要注意です。てかこれだったらパワー上げていいよな。あとこれレーザービームダメ押し。手がつくことだ。パワーヒッターだ。回復を BR。めっちゃ目が来た。ジャイロボーラーだ。逃げ玉？ニーズがいいのはいいですね。カットボール4。伸び B。キャッチャー許すか。他に守りはいいですからね。まあでも村上をした方がいいな。村上とか数こそ悪いもののムード上げてくれそうです。監視の体力が落ちてるね。ということで、ここで終わりましょう。ありがとうございました。今回英会話をお届けいたしました。見ていただいてありがとうございました。よろしければツイッチ、アカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、YouTube にこの動画のアーカイブアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premiere Live Two Days After My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Please
して旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、パワフルプロ野球2022-2023栄冠9編をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。